では、最初のスピーカー玉川幸恵さん、よろしくお願いします。皆さんおはようございます。ちょっと第1番ということで緊張しておりますが、もう始めちゃっていいでしょうか。はい、私このスライド見て分かるようにですね、すごく変と言われるのが大好きな30歳女子でございます。名前は玉川幸恵というんですが、勝手にミポリンと名乗っておりまして、あのミホじゃないんですけど、ミポと呼ばれると振り向くというような人です。とにかく変なことが好きで、岐阜県瑞浪市出身なんですが、名古屋出身と言い張りながら言ってます。さあ皆さん、これ何て読むか分かりますか。実はこれ釉薬というふうに読みます。釉薬の存在を知っている人、手を挙げてみてください。お、ありがとうございます。半分ぐらいですね。実は一人でも上がればいいかなって思ってたんですが、釉薬というのはタイルの上薬でデザインを決めるような素材です。実は私この世界を変えたいというふうに思っています。実は私11年前に父が経営する釉薬会社に入社しました。大学中退して入ったんですね。すごい嫌で、粉を測るっていうすごい地味な仕事をしていたので、私こんな仕事をしたくないと思いながら、すごく後ろ向きで働いてました。ただ、私は今この世界を変えたいと思ってます。きっかけは、2006年にピースボート世界一周したんですね。その時に1000人ぐらいの日本人に会ったんですけど、自分がその後ろ向きで生きてることってすごい嫌だなっていう風に感じました。それでこう、何かがむしゃらでもいいので何か始めてみようと思って始めたのが、ゴミ拾いレンジャーというゴミを拾う活動でした。ピースボートで出会った1000人の仲間っていうのが私を後押ししてくれて、なんかやる前から諦めないことっていうのがすごい重要なんだなっていう、後ろ向きに生きることってすごい嫌だなっていうふうに思うようになって、いろんな企画を打って、名古屋で暴れ回るということをしていました。で、始めたのはこれゴミ拾いレンジャーって先ほど言ったんですけど、全身タイツでゴミを拾うという活動でした。普通にゴミを拾うと素通りされてしまうので、絶対目に入る方法でやろう、変な格好でやろうと思って始めました。これ実はナナちゃん人形の足なんですけれど、名古屋駅でこんな形で活動していました。そうするとですね、すごいボランティアをしたいという人が集まってくるんですね。それで、こんな感じで大ブレイクしたと私は思ってるんですけど、これニューヨークの、タイムズスクエアで私が暴れているところです。そんな形でですね、レンジャーがどんどん広がっていって、なんかこう見方を変えてやり方を変えれば、いろんな人にメッセージが届くんだなというふうに思いました。それで2年ぐらいした時にレンジャー服着なくていいですかという問い合わせが来るようになって、なんか普通のゴミ拾いのニーズもあるんだねってことで、グリーンバードというおしゃれなゴミ拾いを始めました。これ代表の長谷部さんなんですけれど、私変なゴミ拾いやってるんですけど、普通のゴミ拾いもやってみたいんですということで、あの手この手でですね、ゴミ拾いをして、ソーシャルな世界に若者を巻き込んでいこうというふうに下心満載でいろいろやってました。ただですね、こう何かやりたいことはあるんだけど、どうしていいかわからないという人が多かったので、本当にいろんな企画を打ったんですね。それこそ自分が尊敬している人を無理やり呼んで100人名古屋の人を集めて講演会をするとか、本当にみんながやりたいことを見つけられるようにっていうふうに思って活動してました。私自身も世界中に友達が欲しいと思って、内閣府世界青年の船というのに乗って、プレイヤーになっていこう、傍観者ではなくて自分が一プレイヤーになって活躍していこうというようなメッセージを発信していきました。これで世界中に友達ができたと思ってます。それでですね、実はこれ活動して3年目の2010年に、339人でゴミ拾いレンジャーを名古屋でやりました。100人ぐらいレンジャーが参加してくれたんですけれど、その時に思ったのが、自分がやれることってすごく限界があるなと。玉川釉薬に勤めながら夜土日昼間こういうことをやるっていうのは、昼間以外の活動でこれをやるっていうのは限界があるなと。その時によし、東京に行って仕組み作りを学ぼうというふうに思って、勝手にですね、ミポリン応援団100人募集っていうクラウドファンディングを自分で立ち上げて、当時クラウドファンディングっていう言葉もなかったんですけど、やって、みんなからこうレッドカーペットを引いて東京に行って3年前に出てきました。それですね、3年間東京で奮闘しまして、政治家秘書であったりとか、ベンチャー企業であったり NPO であったりとか、とにかく自分が仕組み作りを学べるところで必死で学んできたように思います。その中で、自分ができることは何だろうというふうに考えたときに、やっぱり社会のためになることをいろんな人と考えながらやっていきたいというふうに思いました。その中で、
港フューチャーセンターといって港区の課題をワーカーと一緒に考えていたり在勤者在住者みんなでいろんなステークホルダーで集まって考えようといってと港フューチャーセンターというのを立ち上げてファシリテーターとしてそこでやってきました。ただファシリテーターってこうみんなの思いを醸成させて行動に移すってことなんですけどなかなか難しくてファシリテーター向いてねえなーというふうに思っていたところ名古屋でゴミ拾いレンジャーこういう活動実はこれ台湾なんですけど200人ぐらいの台湾の人が集まってくれて一人の女の子の思いで私の想像を超える活動が生まれたんですね。この時にあなんかアクションって誰かの思いがあればなんか始まるんだなと思ってじゃあ自分はゴミ拾いレンジャー以外にやりたいことってなんだろうっていうふうに思い始めました。それが、実はさっきの釉薬の世界だったんですね。私釉薬の世界は変えれないってずっと思っていてその代わりゴミ拾いレンジャーとか名古屋で活動しようと思っていたんですが実はそれを諦めていたってことを東京にいていろんな人に教えてもらいました。君水波でやりなよというふうに言ってもらって多くの人に支えてもらってます。でこれ父なんですけれど私父の生き方とかすごく尊敬していて釉薬の世界で活躍する父の生き方とかをやっぱりサポートしたいなというふうに今では思っています。それであの下町ロケットっていうゲートさん あの本を読んですごく感動して私も会社を作って、誰かの何かを応援していくそして自分もやりたいことを応援してもらうっていう会社を作ろうと思いました。まずは手を動かしてみるおーと思う角度からなんか切り込んでいってみる多くの人とあのジャンルを超えてコラボレーションしてみるっていうブロトビという会社を作っています。出来たてほやほやなのでまだ検索しても出てこないかもしれません。すべての人が作りたいものを見つけてそれを作っていける仲間をプラットフォーム化して、プラットフォーム化していくという会社を作っています。それで今2週間に1回、ミートアップでミックスポンミックスしたらポンって出るっていうプラットフォームを開発してます。皆さんのアイデアとか、アクションをお待ちしています。釉薬とか何かやりたいことがある人誰かをサポートしたい人あのぜひ私と一緒に何かしていきましょう。ご清聴ありがとうございました。ちょっと質問がはい、お話ありがとうございました。あもうすごい早口ですいません。いろんなことにチャレンジされているということだったんですけども、やはりまあ全部うまくいくとは限らず、はいまあ、もしかすると失敗の方が多いかもしれないですけども、はい、その時心折れずですね、はい、あのやっていこうと思う、まあ、秘訣というかこういうふうに気持ちを切り替えているとかっていうのがあれば教えてもらいたいんですけども、やれないことが多いと思っていたのでまずやれたことが成功だと思うようにしていてで失敗から絶対学んで次生かそうってなればあなんか大丈夫って思うようにしています。失敗しても、まあ、これを使って次どうやるかというのを考えるということ。まず失敗できたことが行動できたことが素晴らしいという評価をしたいと思います。頑張りたいと思います。ありがとうございました。